はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ひたちの国不思議探検隊隊長のカックンと。隊長の美穂です、はい。今日はですね、はい、上総市の一言主神社に来ました。はい。一言主はね、琴城主だと思うんですけど、うん、我々的には琴城主は雨の日和主なので、うん、その辺につながるなんかヒントがあればと思ってきました。はい。それでは早速行ってみましょう。行ってみよう。はい。三竹さん、三竹山ってのかな、なんていうんだか分かんないけど、うん、一言主神社です、はい、とりあえず行ってみましょう、はい。一の鳥居がありまして、また鳥居がありまして、なんて書いてあるの、ね、一言大明神かな、あ、うん、あ、ま、これほら貴重な新芽が出てきてさ、ほらね、目に鮮やかです。目に青葉。山、おとす、初月。まだだよ。クスノキ。でも、ほら、新緑だから黄緑でさ、ほらね、キラキラといい感じだね。今日はゴールデンウィーク、4月29日。だっけ ?28 だっけ ?28 だね。あ、なんか金魚さんがいるからちょっと見ようか。金魚？メダカじゃねえの？わかんない。どれどれどれ？ここです。おお、一言主の神紋っていうのは供養紋使ってんの？で、うん、ああそっか、千葉さんが作ったからだ。金魚でした。メダカでした。メダカです。メダカでした。でもいいよね、なんか涼やか。これ、木だよ。素敵。あそこは、あそこは塩ビパイプだけど、残念ながら、うん、はい、ちょっと、はい、素敵です。メダカが素敵だ。メダカ素敵です。でしたね、はい。じゃあこれ、最近結構茨城県でやってんだよ、これね、神玉ね。うん、そうなんだ。ああ、で、武田須賀神社、どうでもいい武田須賀神社と勇気も諏訪神社と宗藤神社と、ああ、南の方ばっかだね。そうだね、香取とかね、読めない天満宮と香取大富豪天満宮と三つ街道ばっか、この辺のばっかりだね。まあ一応県なんということ、うん、東吹田って読むんだ。はいはいはい、です。でした。すいません、写真撮ってもらっていいですか。はい、モデルが良かったらしいです。おお、立派だな。大丈夫だ。福島の人かな、茨城の人じゃなさそうな訛りだけど、供養紋が剥がれちゃって、供養紋剥がれちゃってね、うん、うん、まあ上層だからね。でもなんかここってさ、うん、あの氏子さんが大切にしてるような雰囲気が感じられる、ね、立派だよね。立派、すごい立派。ちょっと自慢の神社になってるかもしれない。なってるね。これは三竹じゃないでしょうか。これがなんか三三つ又の竹。奉納されてるよ。ね、なんかしないで。ああ、本当に本当だ、三つ又だ。すごい、一本から三つに分かれてる。うん。いや、二本ですけどね。根は一緒なのかも。そうだね。いや、うちのも探すとあるかもね。意外とね、うん、なりやすいかも。どうだろう。あら、ここにはね、しめ縄とかおみくじ結ばないでくださいって書かれてます。結んでないですけど。有形文化財御本殿だ。三つ街道の有形文化財。御、ね、うん、本殿行きましょう、はい。すごいね、結構人いるね。さすがゴールデンウィーク。あ、なんかここに山地区の由来がありました。はい、今より1154年前、今の社殿のあるところに、あるあたりにか、あ、怪しき光現れて、あ、なんか三つ国の話に似てるね。雪の中に忽然と竹の子が生じ、三つ又の竹となりました。すごいレジェンド。冬の時期、あまりに不思議に怪しいので、村人がにわかにお祓いをし、湯立ての行事をして、
占いますと、おう、我は大和の国葛城山にいる一言主大神なり、今東国の万民の災禍を救わんがために来れるなり、すなわちこの三股の竹を持って長く、なんだこれ、ちぎりとせよ、うんぬん、うんぬんと、うん、でんでんと呼んでは安倍晋三よって村人これに驚き、ああわお、この諸人アルト号金字っていうのこれ、ここ作りを混ぜしたらこれまでの人跡っていうか人が入れないようにしたってことね、ここにね、そうだね、そうだよね、うん、その後も自節三つ股金足地にしたんだ、竹が入るので三畜山三つ股山三竹山竹山と呼ぶようになったのであります。ああ、そうですか、レジェンドですね、500年、1500年前、1150年、1150年前か、大体さ、あの何あの人、空海もそうだしさ、日蓮もそうだしさ、光がパーって850年ぐらいの話か、ね、生まれてくるんですよだね、なんか一応、一応全てのブッダもそうだった、ブッダ、おお、います、たくさんいます、切磋13社サルタヒコの2人え、道祖神サルタヒコと、うん、白ひげ社サルタヒコ、あ、はいはいはいですね、うん、大昼目もいるし、とにかくいるよ、とにかくいるね、とにかくいるわ、ここはただいるだけなんで、こう、まあ、こういう感じでね、うん、あれこっちじゃダメじゃないの、え、あっち見よう、そう、あっち見よう、あっち見よう、うん、本当だ、ここはね、稲荷と香取と縁の由緒、縁結び者ですですです、これは香取と稲荷、うん、です、おー、ここは香取と稲荷、まあ、一緒になってんだ、ちぎ、うん、は男ちぎ、カツオギは5本、男だ、これはほら有形文化財の、ああ、そっか、本殿ね、さて何が、お、あそこにさ、はい、下のところになんか株みたいなのがあるんだけど、株、うん、あ、鳥がいるじゃん、あそこに、うん、鳳凰の下に、うん、ちょうど見えないんだわ、カブっていうかなんか、うん、うちでの小槌みたいに見えるけど、カブ、どれ、カブ、わからないけど、あれなんか小槌のように感じてなんて、下で、下、ちょうどね、お祓いが始まりました、どんどんどんと、こっちの彫刻はウサギです、ウサギですね、何が来てたんでしょうね、後ろがカモ、カモ、カマヨリ姫、ほら、あれ、なんだっけ、あの人、あ、一言主の狼はさ、うん、カモシになったさ、縁のおつぬ、そうだよね、カモシだよね、そうそうそう、この人のさ、言うこと聞きますと、私は母が家来になりますそう、裏に家紋が書かれてて、そう、そういう意味って家紋なんじゃないの、そうなんでしょうね、多分だから一言のシイコール雨の日和紙で、雨の日和紙は鴨玉より姫 の、 うう、あの旦那さんだね、ね、雨の日和紙も鴨で、実は雨の日和紙はあの八玉だ、
鴨イコール八田ガラスになるわけでね、まあそういう意味ではぴったりなんです。大和から来たわけでもなくて、ね、いや鳥の子さんから来たんじゃねえのかなと思ってんだよ実は。カツラギっていうのは鳥の子さんのことでした。ここも笹と雲となんか笹でした。タケノコ、あ、3本の笹があるわ、これ。これ、3本立ってる。あ、タケノコね、そう、そうそうそう。由来だね。そう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 。そういうことみたいですね。三竹さん？三竹さん。由来でした。そういうことみたいでした。あ、ポメちゃん、ポメちゃん。ポメちゃん。でしたね。コラと言われております。うん、ケヤキは太いね。結構でも500年は経ってないな。これ太くなるんですよ、ケヤキはね。ね、うちのケヤキだった、うちのケヤキも20年であっという間に太くなった。で、こっちはこちらですか。お、すごい。あ、竹、竹、竹のほら、もう奉納されちゃいました。本当だ、三俣の竹がね、歴代の三俣の竹が奉納されてるみたいですね。ただの三竹だけど、御竹さんだから。御竹さんなんだね。御竹さんなんだね。御竹さんって言うとさ、あの人でしょ。あれなんだっけ、ほら。いた、大黒様。はい、青いほら。仏像の後の曲、正面金剛、何像がつくやつ、像がつくの、いやでもこれクラクラクラ、まあ、うん、玉豊玉姫のことなんだけど、男の髪になってて、清流大権現、違うの、そうだよね、御嶽さんの神って、そうだね、豊玉姫だね、うん、で、時強そうだね、それでほら葵蔵って書いて、あの蔵の蔵だって書いて、あの仏はなんとかさん、しばらく出てこない、あのね、うん、炎の図もそういうふうに言われてるし、うん、空海もそうだって言ってる、あの青いって書いて、蔵って書いて、青い蔵のなんか仏の、一言の詩神社、一言の詩神社の社殿によると、大同4年だって809年現在の社殿の西方に霊光を放つ竹の子が生え、竹の子供だもん、武蔵の子供よ、竹の子だ、よく分かんないけど、それが何、武蔵って何、武蔵の国の話なんだ。あ、そうなの、そっか、武蔵の国といえば、じゃあ勝田にじゃないんです、武蔵の国の、武蔵といえば、差しの国といえば、差しの国の王といえば、差し王、うん、差し王といえば豊木里彦だね。そうですよ。あ、ご審理お待ちの28番の方、お待たせいたしました。桂木の一言の死を迎え鎮祭したのが宗師と伝えられていると、うん、その大和の国の桂木っていうのは本当奈良県なのかよっていう話でね、栃木県じゃねえかと。あ、そうか、クズ、クズね、人の子とのし神社は、ことぬしってのは、ね、ことしろぬしと一言ぬしってなんかね、うん、一言ぬしは出雲のお国主の長子で、別名ことしぬしの神とされ、原稿一致の神、一言の願いでもおろそかにせず願いを叶える神として熱い信仰を受け、県外からも多くの崇敬者が参拝に訪れる、とてもいい神様ですね、とにかく言ったことを叶う、いたいた、なんで供養文使ってるかというと、はい、書いてあったわ、長禄3年1259年に下総の国守谷城主相馬壇上種広公
平野正門の後衛がの寄進によって再建されたとされていると、うん、現存する社殿は元禄13年正月遷宮の時に大修理が行われた。光圀さんがまだ生きてるね、ギリギリだね。一見した流れ作りで屋根は檜皮武器風の銅板武器、もや外壁の左右に鳳凰とボタン、うん、そうだったね、うん、後ろ側に鶴とボタン、鶴の彫り物が釘止めされ鋲止めされ、脇障子には三つ股の竹の彫り物がはめられている、うん、ありました、ありましたね。本殿は昭和59年、市の指定文化財に指定されたと。こちらに流からくり編み品、これですね、この絵の方ですね。あは操り人形と仕掛け花火と結合させたもので、空中に張り巡らした綱により花火のついた人形デクを操作し、空中に、芝居を演じる民族芸能であると。万治2年1659年大塚戸村向こう山、うん、に三峯神社が開帰されるのあたり、村民が花火を奉納したのが始まりとされている。一言のし神社の奉納行事として長く伝承されてきたが、終戦直後昭和22年初版の事情により中断。しかし昭和44年大塚と芸能保存会によって復活上演されるようになったということですね。はあ、なるほど、なるほどですな、ということでした。わかりました。